あります。僕は介護福祉士の資格を持っています。あの人に言われたありがとうはやっぱり僕の心にずっと残っているし、あのありがとうが最後の一歩を押してくれている気がする。今音楽をやってますので、音楽で応援の曲を歌いたいと思います。聴いてください。こんにちは、ゆりです。僕の知り合いにですね、あの介護の仕事をしている方がいるんですが、その方が今日あの講演会を行うということで、あの僕も昔あの介護の仕事をしていたので、あの今回はサプライズであの歌をこうプレゼントできたらなと思って今日は来ています。で、あの一人で演奏するのもあれなので、あのピアノのゆり君とダブルゆりで今日はその来てくださってるね、あの講演を聞いてる皆さんになんかこうエールを送れたら、歌でエールを送れたらいいなと思って今日は出るので、皆さん応援していてください。それでは行ってきます。このイベントをですね、この介護をやりたいなと思ったきっかけがやっぱりコロナで、すごく大変だったと思うんですね。ちょっとあの皆さんのコメント紹介したいなと思います。慣れないフェイスシートやガウンを着て働くのが辛かったです。終わりが見えないので精神的にも肉体的にも疲労していって辛かったです。防護服にフェイスシールド、 N95 マスクの対応で酸欠したことが辛かったですという、そうですね、終わりの見えない日々でしたよね。はい、本当にね、はい、もうやっぱり誰のせいにもできないんですよね、うん、他にももちろんたくさんあったんですけど、はい、抜粋させていただいて、本当に多分みんな分かる分かるだと思うんですよね。こうやって現場の人しか分からないし、現場だからこそなんかすごい分かるなって思っていて、はい、皆さんですね、もう一つあの私から皆さんにプレゼントがあります。はい、いいですか、サプライズがあります。こちらです、お願いします。不器用なとこも全部
一曲目にドライフラワーを歌うのは合ってるのかなってすごく思ったんですが、やっぱりこう初めての方がたくさんいるので自己紹介だったら僕はこの曲かなと思ってこの曲を選びました。聴いてくれてありがとうございます。さっきあの謎なぞかクイズの方でなんか僕が取材されてたと思うんですけど、あの僕は介護福祉士の資格を持っています。おじいちゃんとおばあちゃんが僕はすごく好きだったのできっとうまくいくかなっていう本当にすごく軽い気持ちで介護の専門学校に行って、正直その時は本当に介護福祉士やんって楽勝だみたいな、本当にそんななんだろうな、今思うとすごくバカだなっていうそんな気持ちで介護の専門学校に行ってました。学校は僕は夜間だったんです。昼はグループホームでいつも働いてて、学校が終わった後に夜勤をしに行ったりして、こう学費を稼ぎながら学校に行ったんですけど、その学校卒業した後も訪問介護っていう仕事をこうしながら、まあ、それはそんなに長くは続かなかったんですけど、自分がこう思い描くような自分のしたいことができなかったり、向こうのしたいことがちゃんとなんかこう手伝えなかったりして、すごく大変だなとか、なんかこう心が折れそうになる日もあったし、でもなんだろうな、あの日々にこう働いてた日々にこうありがとうってすごく何度も何度も言ってもらえて、その言葉に何度も助けられたなと思って、今ではすごくやりがいのある素敵な仕事だなと思っています。コロナ禍の時にこうテレビでよくニュースを見てたんですが、介護の現場のニュースがいつも流れてきてて、それを見ながら僕は介護福祉士を持っていながら、ただただ大変そうだ大変そうだ大変だ、そんなことを言いながら何もしてませんでした。ごめんなさい。ただ今になって思うと、こう介護の現場で戦ってたみんなはニュースでは、伝えきれないぐらいもっともっと大変なことがきっといっぱいあったんだろうなって今はすごく思ってます。皆さん本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。きっとこの先もまあ介護の仕事に限らずかもしれないけど、介護の仕事は僕も一応ちょっとだけやってたから分かるから、きっと大変なことがいっぱいあると思います。皆さんだからこそきっとできることがいっぱいあると思うし、僕にはできなかった、でもみんなにはできる、きっとね。だからみんながいないと助けられないというか、みんながいるから助けられている人がいっぱいいっぱいいると思います。僕は介護はやめちゃったけど、もうもちろんたまに行ったらちょっとぐらいは手伝いできるかもしれませんけど、そうだな、今音楽をやってますので、音楽で介護士の皆さんの背中も押していけたらいいなと、応援の気持ちも込めて応援の曲を歌いたいと思います。聴いてください。見てみて、老人が君に言いました、残りの寿命を交わせて、50年を50億で買おう、人生をやり直したいと、ただ起きて食って働いて働く毎日が、それなのに手放したくない理由を考えてみたよ。体も痛くなるだろうし、友達もいなくなるんだろうな、恋愛もできなくなるような、その値段じゃ売れないな、僕が生きてるこの時間は50億以上の価値があるでしょ、生きてるだけで丸儲け、これ以上何が欲しいというの、老人が君に言いました、それなら倍の100億だそう、奥さん子供もつけるから、豪邸も仕事もつけるからさ、50年が100億ならば年
収入欲の大富豪だ。それなのに手放したくない理由を考えてみてよ。僕が生きてるこの時間は100億以上の価値があるでしょ。生きてるだけで丸儲け、何にでもなれる今がいいの。どんな夢を描いてもいい、どんな恋をしたっていい。無限大の可能性は誰にも譲れない。何十回立ち止まっても、それでも僕を諦めない。したけど、たまたま音楽をやりたくなっちゃって今音楽やってますよね。本当にみんなのことはすごく尊敬していて、介護の時に何だろうな、思い出深いのは、おむつ交換が結構早かったんですよその時は特別養護老人ホームで働いてたんだけど、誰よりも張り切っておむつ交換をしてたんだけど、一人だけずっと謝りながらなかなかうまくできない方がいて、その方にいつもずっと怒られてたんだよね。おむつ交換をするたびに、あなた下手くそだから違う人にしてくれって。でもおむつ交換の時以外はすごく仲良く話してくれてて、いつかおむつ交換もこの人に認めてもらいたいなって、なんか勝手にその子供の時にずっと燃えてて、で1年ぐらい働いた時にその人にすごく上手になったねなんかすごくたくさん練習したんだねってすごく言ってもらえて、なんかすごく頑張ってよかったなって。もちろん1年かかっちゃったのは介護士としてどうなのかなと僕は今では思うけど、きっとみんなはすごくもっともっとちゃんとできると思うけど、僕はやっぱり時間かかっちゃうタイプだったので、なんか今では申し訳ないなと思いつつも、でもあの人に言われたありがとうはやっぱり僕の心にずっと残ってるし、きっと皆さんにも心に残ってる誰かから言われたありがとうがずっと残ってると思うんですが、僕は今別の道に行ってるけど、やっぱりあの時のありがとうとか他の利用者さんに言われたありがとうとか、もちろん先輩とか後輩に言われたありがとうが、なんかどこか辛い時にあのありがとうが最後の一歩を押してくれてる気がする時がたまにはあるし、皆さんもきっと大変なことはいっぱいあると思うけど、前向きに自分のやってることを信じて、ありがとうって言われた時は心の大事なところにしまって、辛い時に自分の心の中からありがとうって入ってる宝箱を開けてご自分のやる気にしたらすごく素敵なんじゃないかなって思います。皆さん今日は本当にありがとうございました。最後に一曲、自信のある曲を歌いたいと思います。聴いてください、ベテルギウス。それは星だって君が教えて
終わらないベテルギウス、君にも見えるだろう。いてくれること、まるでそれは星の光と同じように、今日に泣いたり笑ったり繋いでゆく、何十回何百回ぶつかり合って、何十年何百年昔の光が僕自身。ゆりチャンネル、はい、ということで、はい、今回 の講演会の主催者のゆりさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。実際サプライズはうまくいってました。はい、大成功です。あ、よかったです。本当に最高でした。よかったね。そんな感じでね、今日の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録とグッドは大崎皆さん、また明日。ゆりさん、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。